女優の松坂恵子、70、が30日放送の NHK、朝1、月金曜、8.15に出演。朝ドラ撮影の楽屋でのエピソード、明かした。松坂は、NHK 連続テレビ小説、乱漫、ま月、4枚8.00、土曜は1週間振り返りで、主人公の祖母、牧野滝を講演。主人公、万太郎を演じた神、竜之介とは、 大河ドラマ、吉爪、2005年以来、18年ぶりの縁となった。VTR 出演した新木は楽屋での松坂の子について、必死にやってらっしゃいました。メイク室のところで、と松坂がハマっているのについて研究。それは剣玉で、無着地おかみ手でしたし、何級かもらってましたよ、賞。賞状見せてもらいましたね、とエピソードを露した。同作には、毎年、 紅白歌合戦で剣玉を露することでも知られる演歌歌手の宮山妃。氏が、コーチのご副賞、戦国屋の若旦那役で出演。山の指導のもと、松坂も楽屋で練習に励んでたという、剣玉救急できたんです。嬉しい。と、坂。指導員でもある、宮山から症状を受けと、と言い、乗せやすいの、いい剣玉なんですよ。 指導をかみ手でしたと晴れやかな笑顔を見せ。そんな姿に MC の博多花丸大吉の博多大吉か。これ、公にやっていると紅白歌合戦から声が軽る可能性があるからと突っ込み。松坂は目、めやくちゃ緊張しますね。その時にできるかどうかとまんざらでもない様子。楽しいですよ。字、折りセットして。発球目指します。と話していた。